北区立梅木小学校は東京都北区西川岡2丁目にある公立小学校。東京都北区の西部に位置し、付近には国立スポーツ科学センター、国立西川岡サッカー場がある。1954年北区立第3岩淵小学校の文教場として開設され、1956年に北区立梅木小学校として開校した。校名の梅木は梅の木と読む。 同校敷地の南側には、公立幼稚園、北区立梅の気幼稚園が併設されている。教育目標は、優しく賢くたくましく、梅木小学校のオリジナルキャラクターとして、梅ぴょんが設定されている。サブファミリーとして、以下の区立小中学校と提携している。近年の少子化による児童数の減少を受け、稲付中学校のサブファミリーブロックに属する。 区立小学校のうち3校を2校へ、統配合することとなり、稲付中学校サブファミリーブロック、小学校適正配置検討協議会を設置して、協議を行った。その結果、2014年8月26日開催の第13回協議会で方針をまとめ、同協議会は解散した。同協議会がまとめた方針を受け、帰宅教育委員会は、同年9月24日に、 東京都帰宅率学校第9次適正配置方針を決定、区立小学校の統廃合についての方針を以下の通り定めた。2016年4月1日、清水小学校と第3岩淵小学校を統合する。梅木小学校は現在の場所に存敬する。これにより梅木小学校は存続したが、同校の母体となった帰宅率第3。 岩淵小学校は統廃合の対象となり、北区立西川岡小学校となった。同校の学区は以下の通りである。同校の学区である西川岡と赤羽西は北区立東付中学校の学区となっている。ありがとうございます。